日ハム2軍、完封勝利、勝った。すげえな。ファームだけでも最下位から上がってほしいな、木田監督待望。いい一日だったな、もう寝るわ。吉田リセットしたフォームよくここまで戻してきたな、迷走してそのまま帰ってこない奴もいるのに。俺もそこは抜けたと思うわ、まだ若いしハムのドラ1は息が長いから頑張ってほしい。当面はリリーフで、それでもやっぱり吉田の球速はあと最低3キロは伸ばしてほしい。ハムは頑張ってくれ。鎌ヶ谷が好調なのは去年全員1軍の試合に使ったのがでかいと思う。あるよね、おのおの明確な目標と課題が見えた思うわ。個人的には坂口くんの成長がすごいと感じるわ。昨年はどうしようかと頭を抱えてた記憶があるわ。正直外野版森本優だったからな。坂口って今年ですら今のところ三振率3割超えてるし、正直微妙でしょ。細川はマジで楽しみだわ。あ、でも今日の試合で坂口の三振率3割切ったか。昨年は打てなかったからな。1年でここまで成長したんだから期待できるわ。坂口はここから改善していくかだよ。高卒の若手野手は急激に変わる瞬間があるから。ご視聴ありがとうございました。